イオン都立ショッピングセンターは、長崎県都立町にあるイオン九州のショッピングセンターである。もともとはコトブキ屋が、都立コトブキ屋として開設した店舗である。都喫コトブキ屋には、同名の旧店舗が存在していたが、2000年に閉鎖され、解体の上で当店の敷地に統合された。2001年12月19日に、 コトブキヤが民事再生手続き開始を申し立て開始を申請したことに伴い2002年2月1日に営業を停止。その後、コトブキヤが運営していた GMS 型店舗5店舗を九州ジャスコが引き継ぐことになり、当店もその流れで2002年6月2日にジャスコ都議店を各店舗とするイオン都議ショッピングセンターへとリニューアルされた。 2011年3月1日の GMS での店舗ブランド統合に伴い、各店舗名をイオン都議津店に変更した。ことぶき屋から継承されたジャスコ5店舗のうち、当店と菊陽店以外はイオンに転換される前に閉店しており、菊陽店が2020年2月29日に閉店してからは、当店が唯一の現存店舗となった。すぐ隣には、 同じイオン九州が運営するホームセンターホームアイド都議室店が存在していたが2015年9月20日をもって閉店した。ありがとうございます。